ら巨大な卵。もしかしてあれが。そこにあるだけで全てに影響を及ぼすような禍々しいほどの霊圧、間違いないわ。あの中にあるのが夕闇の使徒、その眷属ですか。その通りだ。もっとも我々は落とし子と呼んでいるが、こんな場所に。まさか佐伯先生も。それは違う。私の所属は全く別物でな。あくまで仮初めの名役、一時的な協力者に過ぎない。時は惜しい。そろそろ始めるとしよう。何をするつもりだ。悪いが邪魔をしてもらうわけにはいかない。おとなしく見ていてもらおうか。全然隙がない。ただものじゃねえとは前々から思っちゃいたが。尋常ではない威圧感で、霊力はさほど感じない。どうやらあなたあくまで表の世界の人間みたいね。え？そうなの？ほうほう、さすがはヒーラー。帰国子女らしい目の付けどころといったところか。ええ、ステイツにおいてはたまに利害の対立があるから、いろいろ想像はできるけど、そろそろ名乗ってもらおうかしら。それは。話は後回しだ。せっかくだし、それの相手はお前たちに任せるとしよう。しまった、下です。竜ヨルムンガルド、鋼属性の暴走の産物ですか。存分に見せてもらうぞ。1ヶ月以上にわたるお前たちの鍛錬の成果をな。速攻で倒してあの妙な儀式を食い止める。全力で行くぞみんな。おう。